こちらのポッドキャスト。どうも石田です。団長です。さあ団長、はい、久しぶりでございます。ちょっとご無沙汰しておりました。ちょっとお仕事などが立て込んでおったりとかですね、いろいろイベントが重なったりですね、3週間ぶりとなりました。なるほど。お待たせいたしました。どうもすみませんという感じでございます。いえいえ、もうこの流れで隔週にするってのあるで。まあ隔週って決めちゃうとさ、逆にさ、俺ダメだと思うんだよな。4倍になる。そうそうそう、だからまあ一応習慣にしといて、まあ、こんなこともある、多めに見てください、本放送やってますので本放送聞いてくださいという気持ちでね。そうよ、基本的にはね、本放送やってますからね。はい、こっちはおまけというかね、たまにありますからぐらいの気持ちで聞いてください。絞りかすやと思ってくれたら、はい、すいませんです、お願いします。どうぞ、あしからずということでよろしくお願いします。あしからずで、お待たせいたしました。はい、すいません。そんな中、あ、ラジオお疲れ様でした。公演、モニクソリュー、はい、東京公演と、はい、京都東京と全て終了しました。まあ、はい、今回見れずに申し訳なかった。いい、見れなかった。また残念。はい、ツイッター上でなんかあれは写真とか見させてもらいましたよ。はい、素敵な写真上がってるなっていう感じで見ました。いつも通りの、はい、いつも通り前回公演と全く変わらない写真だなという、前々回公演とも変わらない、はい、いい意味でね、とってもいい意味で変わらない強さで、はい、よろしくお願いします。変わらない強さ。こっちはね、25周年カフェですね。今もうね、大盛況で、はい、京都の二条にありますカフェパランさんというね、うん、喫茶店でちょっとこうお祭りですね。25周年のヨーロッパ企画、25周年になりますね。はい、それの1週間のイベントというか、まあイベントとそのカフェ営業となんかこうコラボ飯みたいなのがあったりとかね、劇中飯か、ほら、なんか毎日楽しくお客さんとこう触れ合いながらやってますか。写真やってますね。ありがたいことに私もふらっとこうコーヒー飲みにほぼ毎日ぐらい行ってるんですけど、行っては、うん、ね、お客さん喋ったりとか、うん、写真撮らせていただいたり、一緒にサイン書かせていただいたりとか、うん、でリバー見ましたよなんていう風に言っていただいたりとか。なるほど。とても気持ちよく、はい、過ごさせていただいてます。何よりいいじゃないですか。本当にね、なんかもう嬉しくなるね。なんか嬉しくなる、愛されとんなつって、嬉しくなるよ、こうお客さんと話したり、ね、お客さん、いいですわ。今日紅破探偵さっきまでイベントだったんですけど、はいはい、もうこれ今日だから、まあもう言うけど、ほんと撮って出しで、なんか紅破探偵、終わったんて結構盛り上がったんですよ。ちょっとまあトラブルなんかもあったりして、音声トラブルなんかもあったりして、うん、ちょっとねご迷惑かけた、まあ、プレミアチケットですよ。本当に25人しか、こう入れなかったんで、結構な人がこう当落というか落選しちゃってるんですよね。多分倍率3倍とかあったんかな、3倍何倍ぐらいあったんじゃないかな。結構こうチケット来て、その中でね、抽選だったね。本当になんかコンピューターらしいよ、だこの人入れようとかあの人入れようとか、本当してない、手動でしょ、手動じゃない、本当に名前見てとか、割合決めようとか、全くどんだけお金チケット買ってきたかとか貢献度でチェックしてるわけない。そんなできてたらすごいけど、うん、いや本当になんかもうコンピューターがバーッとこうやるらしい、抽選システムで。なるほど。残酷にも25人をこう選んでしまうわけですよ。はいはい、 AI がね。でこう来ていただいたこうプレミアチケットですよ、もうなんなら。
はい、そりゃで皆さんこう25名の方が来てくださって、うん、でもう楽しくこうイベント映像あの後破探偵っていうね、まあまあ私が主演でやってた映画、それを見てっていうイベントで、で新作を取り下ろしてたんで、それをねこう見ていただいてみたいな。うわ、そうですよ。うんでね、まあもうこれもう言っちゃうと、まああのもう言うけど、これあんま黒木さん、あのまあ黒木さんというねヨーロッパ企画のまあメンバーでいるんですけど、その黒木さんの監督の作品なんですよね、後破探偵。あと主演やってて、でまあこの黒木後破探偵の上映会黒木祭りって言ってね、はい、そう、あ上映会とみたいなことやるんですけど、こうお決まりでね、うん、ラストに、うんうん、こう後破探偵本物が登場するんですよ。なるほど。うん、映画の上映終わった後にもう最後の最後に、うん、ありがとうございましたって終わる間際に本物が登場してっていう、うん、まあ結構お決まりでやってたんですけど、これもう10年ぐらい前から10年前なんですよ一番最初が。うん、うん、でワンツースリーフォーとやってきて、まあその度にこう、まあね、そういう上映会、うん、そう、ほんで1年ごとに新作撮ってて10年前から、はいはい、だから6年4まで撮ってたんですよ、はいはいはい、でだから6年ぶり6年間もうあのちょっともう何にも静まり返ってたんだけど、そっからもう後半で撮らなくなったよね、それまで年1で撮ってたのに、うんうん、でこの間あのトリウッドのさんのイベントで、まあ、リバ流れる前にっていうのをやって、うん、そこで後破探偵上映、うん、一挙上映っていうのをやって、なんかすごい盛り上がったんですよ、うん、で後破探偵が登場、うん、最後本物が登場するみたいな、でお客さんも、うん、もうその6年前とかに見てたお客さんもいれば、うん、そのね全然初めて知りました後破探偵で、そのイベント自体も初めてですみたいな人もいたんで、うん、その「え本物来るの?」みたい な、そういう初めての人はもう「ギャー」みたいな、結構ね黄色い声援みたいな「キャー」みたいになったんや。あ素敵。でまあそのこれまでいたお客見てた人とかは「待ってました!」って感じで、それも6年ぶりの衝撃やからさ、ギャーって盛り上がったわけよ本当に、うん、これは夢じゃないはず、本当にそうだった。夢でしょ。いやいや俺送ってくれたんでその後動画を、あのスタッフさんが撮ってたスマホの動画を送ってもらって、そ確かにもうキャーみたいになってて、なってた、すごい盛り上がりだったんですよ、その下北さんトリウッドでね、うん、でやっぱこれあ楽しいなと、これはああ、盛り上がったし、でその時にもう新作撮ろうと、ああちょうどこう25周年カフェがあるから、はい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 、黒木さんとこれもう盛り上がるし京都でもやろうみたいな、やるしかないと、やるしかないっつって今回やったんですよ。でさっきやったんですけど、はい、ほんでさ最後さ上映会、新作上映して、新作も結構良かったんですよ、結構受けてて、あらら、うん、盛り上がって、うん、でラストですよ、イベント終了間際に本物の後破探偵がそのイベント会場に現れるっていう、うん、でなんかもうスタッフ、そうでスタッフさんがちょっと今イベント中なんでちょっとやめてくださいとかって言いながら、うん、で僕がおいどけ、おいこれどけ、面白いコントが、うん、面白いコントやりながら入ってったら、うん、面白いままでしょ、いやもう大爆笑の、いやいやもうそれがもうシーンとして、嘘でしょ、黄色い声援が上がったんでしょ。いや全くやや受け、びっくりするぐらいのやや受け、これがやや受け。本当にみたいな、俺ももうパニックってさ、受けないから、あんまりにも受けんから、そう成功体験がありすぎてさ
ついこの間やし、うんね、これがさ、その6年前はすごかったんだぞやったら、そう、俺もまあまあそんなもんかとか、だからこんなもんぐらいやったかなとか思うけど、その本当につい数週間前の下北沢トリウッドでやった時が、キャーやったから、キャーギャーぐらいの感じやったから、もうビートルズ来たんかなぐらいの、来日したんかなぐらいの、ポール来たなキャーやったのに、もう結構な、なんかもうスーンみたいな、あらら、知ってるしみたいな、はい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 、うん、違う、でも最初事前にね、後半探偵見たことない人って聞いたのよ、3分の1ぐらい、見たことないと、はいはいはい、はい、全く初めてみたいな、だからそのイベントの最後に僕が登場するなんて絶対知らんはずない、その人たちは、それがもうなんかスーンみたいな、おかしいな、なんかみたいな、本当に、でも最後お客さんは、いや全然そんなことない、僕もなんか不安で楽しかったですかとかってすごい聞いたりしてさ、すごい嬉しかったですとかホクホクしてたんやけど、なんかもう不安になって後半なんて怖くなってちょっとやんのが、びっくりした本当に。また上映会これやろうと思ってて、これ新作撮ったしさ、またどっかでかけようと思ってたんやけど、ちょっと考えるなみたいな、この調子じゃこの調子じゃいやーちょっとびっくりした、これが今さっきだったんで、すごい衝撃だったんで、なるほど、いやだから、ちょっとその京都やから、もうそのヨーロッパは京都にいてくれると思ってんのよ、あ、もう京都結構ね、だからいっぺん切れて、もう京都せえへんけどなみたいな顔するってなるでそんなことじゃ、そんなことじゃもう後派探偵というか京都来んぞっていう顔することによって、そのみんな、あ、言わなっていう、そうか、知ってる知ってるじゃなくなるんじゃないですか、そういうことかな、もうちょっとレア度出さないかんのかな、ちょっとレアリティを、毎日俺いるからさ、京都の石田はもうレアじゃないのよ、コモンコモンなのよお客さんにもさ結構さ、石田さん結構自転車で撮ってるとこ見かけてますとか結構言われんのよ、そうそう、やっぱね、アンコモンレア、スーパーレアになっていかんと結構いるからね、私二条周辺に、だからその後派探偵じゃなくて車輪コロッテルシアさんが来たみたいな気分だったんじゃない、あ、結局な、それだったのかな、それは盛り上がるでしょう、じゃあそうだ、あともう本当に石田カクテルですよ、バー石田カクテル、ああね、こっちの話をしたかったんですよ、したいんですよ、はい、してください、もうこれは大変なことになりました、ちょっと大変だった、本当に大変、これ もうごめんなさいやけど、もうテンパりまくり、誰が、め、私、何をテンパることがあるんですか、石田さんが、いや、もう正直もうありがたかったんですけど、正直、めちゃくちゃお客さん来たんですよ、パニックで来すぎて、いや、こんなに来ると思わんくて、はいはい、はい、まあ30席でもう満席なんですよ、はいはい、で、もう準備7時オープンだったんですけど、で、2時間半ぐらい、まあ、9時半まで、ラストオーダー9時半で10時までみたいな感じでね、3時間ぐらいで、これはもう人数制限なしで、はいはい、いつでもやってますんでみたいな、来てください、来れる人来てくださいっていうバー石田カクテルですよ、あ、ミヤディ福岡から駆けつけてくれて、ミヤディが、で、DJ をやってくれましたよ、ディスクジョッキーを、 DJ が、はい、で、僕の知り合いのね、お友達のこうバーテンダーのアダッチと一緒に、で、石田とこの3人なんです、基本は、あと、まあ、パランさんもその夜カフェっていうのやってるんで、その、イベントと同じように劇中飯、ヨーロッパ企画のそのカフェメニューみたいなのが食べられるっていうような感じになってたんですけど、
はい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 。でもうオープンと同時に、まあ、準備してて、まあできるかいい感じで準備できてますね、お客さん入れましょうかってなって、でもなんとなくお客さんすごい待ってるなみたいな。あら、だからちょっと早めに開けよっかぐらい、5分前ぐらいに、じゃあもうお客さん待ってるから開けましょうか、準備できたらみたいな感じで、こう入れたんですけど、うん、まあちょっとこう座席数も限られてるから、まあ30席ぐらいしか無理なんで、うん、何ウェイトボードっていうんですか、あの待ち、はい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 、ま、待ってる人をこう書く、名前を書いてってみたいな、ほんで順番にお呼びしますみたいな感じになったんですけど、はいはい、もう最初30名こうバーッと入って、でさらにあと30名ぐらいもボードに名前書かれてるんですよ、もう。ほうほうほう、パニックよ、もう。だからお客さん満席になりました、今から注文を受けてカクテル作っていきます、もう。んでさらにもう何、外にもお客さん待ってますみたいな。はい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 。もうドキドキし始めて。はい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 。僕の石田のね、うん、想定では、うん、なんかお客さんが10人ぐらいこう来てくれて、うん、最初。はい。でゆっくりもう僕の小粋なトークと、はい、ちょっとお待ちくださいねとかって言いながらカクテルジョークみたいなもしながらみたいな。うん、うん。ちょっとこう振る舞っていくみたいな。私言ってた、ホストみたいなこともしようかなと思ってたから、各テーブル回ってさ、ちょっと喋ってみたいな。あ、言うてましたね。なんか乾杯してとかさ、うん、一緒に飲んでとか、うん、ゆっくりやっていこうと思って、もうそんなレベルじゃない。もうただただ注文聞いて、うん、でマスターにお酒作ってもらって、うん、でもその間待ってみたいな。でお酒ができたら、そのお酒を配って、でお金のやり取りなんか僕が全部してみたいな。はい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 。もうそれだけでいっぱいいっぱいで、途中で気づいた、おい、その今まで飲食店でバイトしたことなかった、うん、俺。ああ、なるほどなるほど。だからその接客とか、うん、コンビニ店員しかしたことなかった。なるほど、できると思ってたけど、なんかだからできるというよりは、僕もうマスターの感じでさ、ちょっとこう、うん、カウンターに座ってるお客さんと喋ったりとか、テーブル回ってちょっと喋ったりみたいな、うん、はいどうぞお持ちしましたとかっつって、うん、いやできそうよそんぐらいなら、うん、全然もうそんなんじゃなかった、名前聞いて、重さと違った、もうで全然やっぱカクテルってやっぱ時間かかるからさ、そんなに。うん、皆さんやっぱカクテル頼んでいただけるのはやっぱありがたいことに、うん、そのビール用意しててビールみんな頼むかなと思ったらさ、うん、やっぱみんなカクテル飲みたいんだよね、そりゃそうだよ、当たり前だよ、カクテルバーに来てるからね、カクテル作っていいんだから、うん、うん、いやー大変だから、すっごい待たせたみんなを、みんな 2,30 分普通にみんなさん待たせたんじゃないかな、遅い人では多分そんなもん、すんごい待たせて、うん、ああ、いや焦ったよ、その待たせてるっていう気持ちよくて、外にもお客さん待ってるみたいな、はい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 、ああ、いやパニクったわ本当に。まあ、みんな幸せそうな顔で酔っ払って帰ってたんですか？まあどうやろうね、まあ楽しそう、美味しいね、そう本当味自体はすごい美味しいカクテルを出してたんで。うん、プロのマスターに作ってもらってね、で結局さ僕もさシェイカー振ろうかなとか思ってたんよ本当は、本来はね、うん、本来はなんか慣れてきたらちょっとやり方教えてもらって、それが見たいからね、だってそのそうやろ、だってカクテルのやつ来て知らん人がシェイカー振ってんのわけわからへんもん、だってさ石田さんが振ってほしいよ、バー石田カクテルの、うん、俺もうバイトやった、ただのあれめちゃくちゃバイトくん、めっちゃ初バイト、まだ初バイトがいっぱい、うん、か新人バイト、いきなりウェイトが入るような日に入ったバイトね。そうそうそう、もうあの飛ぶ、これ新人やったら飛ぶなっていう確実に、あれ
山小屋の山小屋書いてあるみたいな。山小屋もうほんまに飛ぶ、うん、飛ぶレベル。まあそんな中もミヤ D とかは本当落ち着いてね、なんかこうやってたよ。いやさ、ミヤ D なんてもうだってディレクターだとか、うん、そんなこと言ってますけど、だってあの人人の整理がうまいって言ってましたからね。ああ、その並んでる人員整理とかがうまいって、その何でもできんねあの人。なんか動じないね、あの人は。なんか本当に落ち着いてて、あ、大丈夫ですか、うん、とかつって、うん、いいですよとかって言いながら、なんかこう、いい感じの音楽かけてて、でその音楽がまたなんかたまにこう過去の石田カクテル、その、うん、ラジオドラマもかかったりとか、うん、そのいいね、絶妙にいい感じのヨーロッパ企画にまつわる選曲なんですよ。なんかすごい楽しんでくれたなと思いますよ。でお客さんにもあの人ミヤ D ですよねとかつって、でまあ僕も最初ちょっと説明したりなんかして、ミヤ D ですとかって言ったりして、で後半はねちょっと落ち着いてお客さんの席回ったりもしたんですけど、うん、一緒に飲むというよりかはもう本当になんかちょっとこう写真撮ったりサイン書いたりとか、うん、うん、そういうファンさ、うん、うん、いやー石田カクテルはちょっとてんてこまになった。楽しかったけどね、これはこれで。あら、うん、まあまあ第2回第3回とね、いやまたやりたいけどね、団長も一緒にね、うん、ちょっと東京でやってみたいなみたいな思ってるけどね、はいはい、そういうところがあったら。これなんかもし聞いてる人で、私喫茶店やってます、バー経営してますとかっていう人いらっしゃったら、私の店でやってもいいですよとかっていう方いらっしゃったらね、ぜひとも教えてくださいよ、うん、はい、あーちょっとずっと喋ってんな、もうこれ結構トークテーマ次回にするか、次回にしますか、次回にしようか、ね、そうですよ、ね。いや今はとにかくやっぱりちょっとこうカフェパランさんでね、ぜひ行ってほしいですね、みんなに、ね、まあまあ明日までなんだけどね、あら、だから明日までとかもう23日までなんで、うん、もう多分ねちょっとこう無理かもわかんないんですけど、うん、またやりたいですよ、また30周年かな次は、うん、でもやるとしたら、はい、でもコア探偵の本はちょっとどっかで上映会できればなみたいな、せっかくね作品もあるんで、うん、そうですね、で新作面白いんで、うん、やりたいなーなんて思ってますよ。はい、ちょっとすいません、なんかずっと喋ってて結局、トークテーマまた今度にしましょうか、ループしたいことか、はい、あ、ちょっとリバーのことも言いたいんだよ、それで言うと言ってください、リバー流れないでよ、まだまだ公開中でございます。ちょっと今、うん、21日からかあのまた拡大上映でいろいろ増えてって、うん、これまで、流れてなかったところで流れ始めてます。うん、うーん、いろんな各都市、うん、各県で見れるようになってきてるんで、ちょっと見ようかな、どこで。21日からはまず京都はね T ジョイ、 T ジョイ、あ、 T ジョイでも見れるようになりました。河原町の商店街中のね、いいとこですよ。そう、え、違いますよ、それムービックス。どこ T ジョイ？ T ジョイはあの京都駅の南、あ、イオン、イオン、イオンの方のイオンとかね、そうそうそう、いやーこも見てないですか、あ、いいんですよ、もう車止めてすぐ行きますし、車の駐車場代も出ますから映画見たら行きやすいですよ。そうです、そうです、うん、ぜひとも、21日から1日から岩手、宮城、山形、福島、うん、あ、そして渋谷で見れるようになってる今、あら、ヒューマントラストシネマ渋谷、渋谷で見れますよ、はい、あと新宿でも見れるんでね、今新宿と渋谷で見れると。ああ、私もじゃあ新宿で見ますかね。あ、ちょっと頼むわ。ヒューマントラストシネマ渋谷、もしくは、テアトル新宿、テアトル新宿で見てほしいな。テアトル新宿で。なんか ミニシアターの聖地らしいよ。あら。福岡ではシネプレックス小倉。ここで、ユナイテッドシネマ仲間、16、そしてユナイテッドシネマトリアス久山、うん、そして木野シネマ天神、
あ、天神で。天神でも見れます。キノシネマさんで見れます。あらららら ら, ら福岡はね4つも見れる場所があるんで、さあこれがこっち喜ぶかでしょうよ。そういうことかもな。なんか福岡やったら見れるな。熊本ピカデリー、宮崎セントラルシネマ宮崎、ユナイテッドシネマ橿原、奈良ですねこれは。ああ OS シネマと神戸ハーバーランド、ああ三重でもイオンシネマ、東院ですかねこれ。ああ、うん、いろいろ、あ、名古屋空港でミッドランドシネマ名古屋空港、うん、いやいろいろ本当にいろんなところで見れるようになってますんで、21日から、はい、どうぞお願いします。新宿渋谷でも見れますよってことですね。これは本当見てほしいです。はい、ループしてください。まだまだ、うん、ちょっと今日こんなところで。そうですね。すいません。私、はい、トベ焼きもらいました、うん、タンプレで。あ、らしいね。トベ焼き。石田さんの友達の池本くんの。池本くんのね。池本くんのトベ焼きはまたトベ、いわゆるトベ焼きとはちょっと違うんですけどね。なんか手作り感あふれるマグカップ。へぇー、はい。白いやつですよね。うん。なんか白、まあ、あの、ちょっと A っぽいのも、A っていうか。本当？はい、なんか。柄もあって。はい。へぇー。そうなんです。作家っぽい感じの作品なんで、うん、そうなんですよね。池本、まあちょっと人気になってきてるらしいんで、彼の作品も、はい、池本君お願いします。はい、はい、じゃあという感じですかね。はい、引き続きループしたことをちょっと、あ、そうだ、あとお兄ちゃんが来たっていう話をしたかったんだけど、また今度します。わかりました。じゃあまた次回聞いてください。さよなら。さよなら。